皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドラゴンクエストウォークのファミ通紹介をしていきたいと思います。スマホの位置情報と Google マップを使って現実世界とドラゴンクエストの世界を融合させた新機軸の RPG ドラゴンクエストウォーク、これまでに公開されたドラゴンクエストウォークの情報を総まとめします。ではクエストの目的地を決めてたどり着きましょう。クエストを受けてストーリーを進めます。ドラゴンクエストウォークは現実世界を旅することでストーリーが進んでいきます。ストーリーはクエスト形式になっていて、クエストをクリアすることで物語を進めます。クエストを受けるとイベントが始まって目的地へと向かいます。道中ではモンスターとバトルすることもあります。一度クリアしたクエストも再度受注可能です。目的地は自分で自由に決められます。クエストの目的地はプレイヤー自身が決められて、現在地の周辺から目的地の候補となる建物がリストアップされて、その中から選べます。都会だから有利、地方だから不利ということはありません。さらに地図に表示されていない遠方を目的地に設定できるアイテムもあります。なるほど。私は一応都会暮らしですけど、もともと田舎暮らしですけど、いるのは地方なんですけどね。それはさておき、ドラゴンクエストウォークは現実世界を冒険できる RPG です。現実世界のマップ上にはモンスターやダンジョンなどが出現します。実際に近づくことで戦ったり探索ができます。ストーリーはもちろん装備や仲間集め、日本各地のランドマーク巡りなど、ドラゴンクエストの世界を旅するやり込み要素もたくさんあります。なんかスラミチというスライムがいるようですね。マスコットキャラクターでもあるスラミチはプレイヤーである主人公と共に冒険をしてくれる頼もしい相棒です。モンスターとのバトルもおなじみのシステムを踏まえているものになっています。モンスターとのバトルやキャラクターの成長だけでなく、日本各地のランドマークを巡る要素もあります。ランドマークを訪れるといろいろなお土産がもらえます。目的地にたどり着くとイベントが発生して、条件を満たしていけばクリアです。クエストによってはボスモンスターと戦う必要もあります。次の冒険になります。ボスを倒せない場合はフィールドのモンスターで経験値を稼ぎましょう。また自分自身の生活圏内で無理なくクエストをクリアできます。ドラゴンクエストウォークではノンプレイヤーキャラクターが仲間となって最大4人のパーティーを組めます。仲間はストーリーを進めることで増えていきます。そんな感じですね。そうですね、ポケモン GO みたいなシステムになっているというのは確かですね。他にもお土産というのがありましてね、自分たちがその別の県に行きますと、ランドマークというのがところに行くと、お土産がもらえるという要素がありますね。そんな感じで今回はこの辺でドラゴンクエストウォークのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。